心を奮い立たせてしまう戦いの鐘。今も戦い続けるあなたへの贈り物にはこれがぴったりだと思いました。私は感謝しているのです。クリスマスは2ヶ月前に終わってしまったけれど、まだ私をサンタクロースとして、プレゼントを渡す女神としてここにあることを許してくれて、それも勘違いで始まったサンバ状態のままでね。グラシアス、マスター。そんな優しいマスターにせめてもの感謝を伝えたくて、今日はこれを作ってきたのです。サンタがクリスマス以外にプレゼントを渡してはいけないなんてルールはないでしょ。はい、もちろんチョコレート製だから美味しく食べることもできちゃうわ。製法はサンタクロースと女神の力を駆使したものなので秘密ですけどね。試合開始に使い、試合終了に使い、そして美味しく食べる、ぜひともそういう味わい方をしてほしいものです。というか、さっきの反応はとってもいい感じでした。これはマスターとタッグを組んでリングに上がる日もそう遠いことではないのかも。おお、残念。ひょっとしてまだルチャの素晴らしさを伝えきれていないのですかね。しかしそれでいて、あのゴングを聞いた時の反応速度、やはりマスターには才能があるのでは。うーん、上がってきた。こうなったらもっと攻めます。プレゼントの追加いいですか。いいですね。これから真のルチャドーラにぐんと近づくため、ライブラリでルチャの名勝負を一緒に見ましょう。一緒にチョコゴングを食べて、ぐわーっと気合を入れて、時に名試合に見惚れ、時に技を再現し、時にサンバを踊り、二人仲良く夜明けまで戦うのです。うん、想像するだけでたまらない。お姉さん、こういうお祭り大好き。クリスマスに負けないぐらい楽しい一日にしましょうね、マスター。